いらっしゃいませ。おはよう。いらっしゃいませ。ママさん来てるでしょ。来てるって何が。翔子さんからですよ。いいか当たり。ありがとう。神奈川県横須賀市栗浜10-1丹波俊介方蘇我翔子。ママスナック上手きつけ釘哲也様。意地悪だな。しかし哲也さんも苦労よね。いくら家族がうるさいからっつったってさ、翔子ちゃんの定期便をうちが取り付いてるとはね。話してください。ぐちゃぐちゃ言ってないで早く渡しなよ。ラブレターっていうのはね、すごくじれてから読んだ方がすごく味があるんだよ。哲也さん、お元気ですか。今日は挨拶は抜きです。だってとっても嬉しいことがあったんです。嬉しいこと。今日園長先生に呼ばれたので行ってみたら。ではみんなの前で舞楽を舞えとおっしゃるんですか。うん、この二人さんからの提案なんだがね、この学園にいる女の子たちは自分たちはダメな人間だ、何の能力もない人間だと思い込んでいるんだが、何か一つ打ち込むものがあったらいいんじゃないかという一つのいい例として、君が舞楽を見せてくれればみんなにとって何よりの励みになるんじゃないかと思うんだがね。衣装は君の家から取り寄せればいいし、こういうものも用意しといた。やってくれるわね、翔子さん。でも私の舞はまだ未熟です。長い間稽古もしていませんし。じゃあすればいいじゃないか。未来の婿さんをコーチに呼んでな。哲也さんを。ただし他の女の子の手前もある。稽古は一日限りとする。ご都合がつけばぜひ稽古をお願いしたいのです。おいでになれる日時を至急お知らせください。楽しみにしています。もちろん行くわよね。さあ返事返事。やだなママさん、ずっと覗いてたんですか。あたしはやぶにらみなもんでね、見えちゃったの。だけど粋な園長じゃない。天下晴れて二人を相引きさせようって言うんでしょ。今頃証拠を張り切ってるよ。鼻血がドボーッと出るほどさ。そうよそうよ、返事返事書いて書いて、さあ早く。ほれよよいのよい、さあ早く。ほらよよいのよい、さあ早く。大丈夫でしょうか。睡眠薬服用後時間が経ってるので非常に危険です。生死は五分です。あなた悪役があるか。まだ死ぬと決まったわけじゃない。あ、そうだ、哲也君に連絡しておきなさい。早く。哲也、探したぞ。どうしたんだ。驚くなよ、京子さんの酒や睡眠薬自殺と分かった。何？哲也君、遅くなって申し訳ありません。京子さんの容体は。肺炎を併発して高熱が続いている。京子にもしものことがあったらあなたが殺したのよ。しなさい。いいえ、遺書こそなかったけれど、京子は、京子は、あなたが翔子とかいう娘に迷いさえしなければ京子は自殺しようなどとは。貴子、京子の心を察しきれなかった私たちにも責任がある。いいえ、私この人がここにいるのが我慢できないのよ。帰って、もう帰ってちょうだいよ。
哲也君。家内は気が高ぶってるんだ。無礼は許してくれたまえ。また参ります。どうかお大事に。トゥースダウン、カンフル。はい。俺は京子さんの心の傷の深さが見えなかった。京子さんにもしものことがあったら何もかもおしまいだ。俺と翔子さんの愛も。それはどういう意味だ。人一人を犠牲にして俺と翔子さんが一緒になったところで幸せになれるだろうか。いや、なれる道理がない。京子さんの自殺という暗い影が一生つきまとうんだからな。穂谷、俺は決めた。決めたって何を。京子さんに万一のことがあったら俺は翔子さんと別れる。お前本気で。それが俺が京子さんにできるただ一つの償いだ。京子さん、生きていてくれ。生きていてくれよ。その頃翔子はわずかな自由時間に舞楽の稽古に励んでいた。へえ、あれが舞楽っていうの。ディスコダンスとはえらい違いじゃん。チークタイムっぽいじゃん。まだちゃんと習ったわけじゃないもの。はい。ありがとう。見かけより体力使うのよね。タイマンの方が楽なくらい。いや翔子さん、園長先生がこれはあなたにって。うわぁ、例の彼氏。読んで聞かせなよ。あんたたちの関係はもうバレちゃってんだからさ。お手紙ありがとう。舞楽の稽古の件、来週月曜午後1時そちらに行きます。それだけ。簡単ピーじゃん。書きたいことは山ほどありますが、すぐに会えるのです。すべてはその時話しましょう。二人っきりで。二人っきりで。許せない、この野郎。みんな袋に来ます。ちょっといらっしゃい。私ではありません。まだ嘘をつく気。翔子がやったんじゃないよ。翔子は体育館にいたんだしさ。ねえ、あなたたちずっと一緒にいたの。ずっとじゃないけど。じゃあその前に翔子が何をしていたかわからないはずよ。それにだ、翔子と一緒にこういうことをしたと謝りに来た者がいる。
誰さ、そのとぼけたやつ。あたいさ、先生、すいません。あたい、翔子にむしゃくしゃするから一緒に暴れようって無理やり誘われて。マリ、ぼやぼやしないで片付けろ。これはマリの脱走計画の布石であった。院内では物品を壊せば手紙のやり取りは禁止される規則である。どういうつもりさ、翔子。あんたこの学園に来て何かを失ったとは思わないか。ないね。新しく覚えたことあっても。違うね。あんたなくしてるよ、熱い心を。熱い心？くだらない世間に逆らう火のような魂をさ、思い出してみな。好きなように暴れ回った頃をさ。同級生でたけしって言うんだ。バカだよな、十人相手に一人でゴロまいてさ。あんたどうしてそんな無茶したの。今朝お袋が出て行った。かつて翔子の母も夫と子供を捨てて家を出ていたのである。舞子、もう泣くのはやめなさい。えな、ひどいお母さんだ。お父さん、お母さん帰ってきてもこのうちの敷居は絶対にまたがせんから。はい、できたわよ。お待ちどうさま。できたよ。え、お母さん、都、お前帰ってきたのか。あなた、すいません。私、実家にも居づらくって。出てって。翔子、この1ヶ月私はみんなを食べさせてきたわ。人殺し以外は何でもやって。その間お母さん何してくれた。もう顔も見たくないわ。たけしは5人兄弟だけど、親父が全部違うんだ。また新しい男を作って出てくる。悪者のおふくろが。まあ、ウォッカもらうよ。ほら、じっとして。勝負だ。何するの。叫びたいだけ叫んだらいいのさ。体の中が空っぽになるまで叫びなよ。叫んで叫んで。悲しみを全部追っ払っちゃいな。翔子、よっこ、たけしがやったやつはどこのどいつだい。おめえかよ、俺とタイマン張ろうってのは。お前が平塚とかいう本目のチンピラか。女相手にタイマン張れっかよ。俺がみんなに笑いちまうぜ。あれが本当の曽我祥子さ。思い出してみな、腕一本で仲間を癒してのし上がった頃をさ。あんたがこんなとこでくすぶってんのはもったいないよ。もう一花咲かせたらどうなんだよ。脱走しようよ、あたいとさ。脱走。
その気なら手はずはできてんだ。シャバに戻ろうよ。えどうなんだよ。女は無口な人がいい。明かりはぼんやりとやい。しみじみ飲めばしみじみと。どうだ、こんなもんで。どうした、前髪切りすぎたか。あたしさ、ちっちゃい時死んだ父ちゃんによくこんな風に髪を切ってもらったの思い出しちゃってさ。そうか、父ちゃんほどうまくはできないけどな。まあ勘弁しろや。うん、思い出だけが行き過ぎる。気になんのかい、脱走したらあの山猿が怒るだろうって。怒られるのは平気さ。ただ悲しまれるのだけがたまんないんでね。じゃあ断るってのかよ。せっかくあたいがこれほどあんたのためを思って。何が私のためだ、叫んじゃないよ。あんたが来たのは東京流星会の西村の差し金だろ。行きな。今の話は聞かなかったことにしとく。シャバに出さえすりゃレコーにも気軽に会えるってのによ。哲也さん、これでいいんですね。私脱走などしません。中毒と肺炎により中枢神経の機能がことごとく低下しております。お気の毒ですが、お嬢さんの命は明日まで持つかどうか。先生、そんな。ここ早く診察しな。はい。あ、早山さん、お話は今そこで伺いました。バカなせがれの始末からお嬢様が取り返しのつかないことに、何と申し上げたらいいか。徹也、なぜ黙ってるの。何かして差し上げられることはないの。いや、誰にももう娘にしてやれることは何一つありません。私も諦めました。なんだか粗末なところですわね。別の病院に代わられた方がよろしいんじゃ。いや、京子さんは今はとても動かせる状態じゃないはずだ。名医と噂の高い泉博士は武学の愛好家としても聞こえていた。だが徹也は一度だけ挨拶を交わしただけの間柄に過ぎなかった。先生、一度だけ診察をお願いします。不可能だよ。もう一度理由を言おう。一つ、他の医師の診療に口を挟むことは医師のルールに反するんだ。二つ、私はこれから学会があるんだよ。無理は承知です。お願いします。ひどいね、君は。あ、君、何をする。先生はそれでも医者ですか。人を見殺しになさるんですか。おい、何をするんだ。その中には貴重なデータが入ってるんだ。返したまえ。僕はどんなことをしてでも京子さんを助けたい。君、来ていただかない限り絶対にお返ししません。
失礼。先生、こちらです。ここは立ち入り禁止ですよ。誰です、あなたは。ああ、不意に押し入った悲鳴が浴びる。はい。あなたがあの泉先生。君、この状態で電気ショック使うのかね。クランケのヘルツはほとんど停止してるよ。ああ、私の病院にはまだその設備が。ああ、持ってきてよかった。すぐカウンターショックやってみよう。お願いします。君、電源入れてくれたまえ。胸を開けてくれたまえ。はい。いかがですか。もう病室の方へ移しても大丈夫です。じゃあ助かったんですね。先生、なんとお礼を申し上げる。いや、実は医師の呼吸刺激剤や強心剤の連続投与によりお嬢さんは脳神経を侵されている恐れがあります。このままではいわゆる植物人間です。先生、何か方法は？ありません。最先端の医学でも。ただこういう例があります。3歳の時事故に遭って脳性麻痺になった男の子がいました。喋ることも食べることも表情一つ浮かべることもできないんです。人形のように寝たきりでした。まあ担当の私もサジを投げました。しかし二親は諦めなかったんですね。真心を込めて面倒を見続けたんです。するとある日、その子は初めて笑顔を見せて呼びかけたんです。パパ、ママとね。私は信じられませんでした。だが人の真心は時に奇跡を起こすのは確かなんです。患者が最も愛する人がそばにいればね。僕の役目です。僕は京子さんのそばに。通り一遍の看護ではダメなんだよ。君は京子さんが完全に立ち直るまで付き添っていなければならない。それだけの覚悟があるんだね。わかりました。哲也君、頼む。総務府には私から休暇届け出しとく。頼む。お願いします。京子さん、許してくれ。僕は君を苦しめたね。でも僕は君を元の姿に必ず戻してみせる。あの美しかった君に。京子さん、僕は約束するよ。君があの元気な姿に戻るまでどこへも行かない。君のそばにいるよ。どうぞ。お疲れでしょう。少し変わりますわ。いえ。
今日は何曜日でしょうか。土曜日です。土曜日、明後日だ。翔子さんとの約束は。翔子さん、取り急ぎお知らせします。舞楽の稽古にどうしても行けない事情が起きました。その訳はいずれお話しします。君がどんなに楽しみにしているかと思うと僕はつらい。でも僕を信じてしばらく待っていてください。再び会えるその日まで。翔子にはラブレターが来すぎますな。風紀上問題ですわ。それに先日の物品破損の懲罰の意味もありますし。これは当分ここに。何度も誘ったんだけどさ、翔子のやつ脱走話に乗ってこないんだよ。どうする？アカ、お前が本気じゃねえからだ。マリ、お前の腹は読めてんだぞ。お前は俺に惚れてる。だから翔子を逃がすより死ぬほど痛めつけてやりたい。それが本心だろう。だがな、脱走させるまで翔子に指一本差し上がったら俺がただじゃおかねえ。分かったな。変だね。あいつらこのとこで何してんだろう。みんなに知らせてくるよ。いいか、翔子が脱走するきっかけは哲也のことしかねえ。そう思ってな、奴にはとっくにマークをつけてやる。哲也さん、哲也君、どうかしたのかね。はあ、今京子さんが僕の名前を呼んだような気がして。ん？京子が？え、でも多分空耳でしょう。あなた、京子が。哲也さん。京子さん。君の優しい心遣いが京子の命をよみがえらせてくれたんだ。ありがとう。いえ、僕の力なんかじゃ。でもよかった、本当によかった。へえ、それ着て稽古すんの。あたいも恋人と踊りたいな、こんなの着て。彼は来ないよ。なぜ？なぜでも恋は壊れやすいのよ。ビタミン C のようにね。気にしない気にしない。モナリザは時々キザなこと言うんだから。Let's see.
あった。東京流星街に。流星街に。ああ。台は大丈夫。いや違う。出てる。出てる。こりゃ折れてるよ。よしも、なんかそれになるものない。これどう。野菜炒め作るんじゃないんだけど、まあいいか。おせて、おせて。我慢して。あの、今ね、用意するんですよ。ああ。流星街。かきゃ。証拠咲いてくれればこんな目には。あと20分、もうすぐ哲也さんに。京子さん、リンゴ一つどう？あなたはなぜここにいるの？私への同情ならやめてください。同情じゃない、言ったはずでしょ。僕は君が元気になるまでずっとそばにいるって。だから何かしてほしいことがあったら何でもするよ。今何がしたい？外に出たいわ。京子さん。いいわ。もう5月なのね。あの二人は兄弟かな。きっとそうだよ。哲也さん、妹さんは生きていらっしゃったんですね。なぜ隠してたの？隠すつもりはなかった。一口じゃ言えない事情があってね。今はどこにいらっしゃるの？妹さん。それはわからない。居所も生死も不明なんだ。これが妹だよ。どうしたのかしら、哲也さん。あれ、まだ来てないの？おい、翔子は山猿の特別許可で今日は休みだけど、お前たちも休みか？はーい。早く行った。翔子の彼さ、事故っちゃったんじゃない？縁起でもなくて言うんじゃないの？やだ、かわいそうじゃん。まだ傷痛む？傷が痛むんじゃないよ。カミソリのやつと言われたんだ。流星街のガキに袋にされたかと悔しいんだよ。
行こう。いつか翔子が言ったぜ、悔しい時悲しい時は思いっきり叫べってよ。叫べ。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、君たちは、哲也さん、何やってんだ。今日は翔子のとこ行ってやってるはずじゃねえのか。翔子さん、てめえ、半端な真似しやがったらぶっ殺すと言ったの忘れたのか。すぐ翔子のとこ行ってやんな。そうだよ、今からでも稽古する時間はあるじゃんか。僕は行かない。この人とよりを戻そうってのか。恥ずかしくはねえのか。僕は誰に対しても恥じるようなことはしていない。ふざけんじゃねえ。暴力は要したまえ。痛風な口を聞くな。腕なんかどうなったっていいよ。翔子がそんなにあんたに会いたがってると思ってんだ。かわいそうじゃんか。バカ野郎、この野郎、バカ野郎、あっち、バカ、バカ野郎、やめて、やめてちょうだい。バカ野郎、京子さん、京子さん、バカ野郎、京子さん、バカ野郎。京子さん、京子さん、しっかり、京子さん、京子さん、しっかりして、京子さん。誰かさんでなくて悪かったね。何の用だい。みな、たった今あたいの仲間が庭に放り込んでくれたのさ。翔子、あんたがその男を信じていくらマジにやっててもね、相手は相手でよろしくやってんだよ。哲也さんはそんな人じゃない。じゃあこの写真は何なんだよ。作り物じゃないよ。あたいは今夜脱走する。今夜10時、その気になったら C 号棟の裏に来な。もうショート時間だよ。入った方がいいよ。私ここを出るよ。え、どうしても哲也さんに会って気持ちを確かめたいの。一目会ったら必ず戻ってくる。園長先生やみんなにそう伝えといて。翔子、
もう止められないよ。誰にも。来たね。翔子、まずいことになっちまったよ。いがみ合ってたあんたとあたいがここんとこちょいちょい会ってるもんだからさ。大磯と枝のやつ、脱走に感づきやがったんじゃないかな。張ってやがんだよ。見つかったら見つかった時さ。行こう。待ちな。手は打っといたよ。あれは翔子とマリじゃないかしら。待て、お待ちなさい。なんだ貴様ら。あなたたち何をやってるんです。宮沢賢治です。宮沢賢治、園長先生が言ったんです。雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、日照りの時には涙を流し、寒さの夏にはおろおろ歩き、みんなに敵の棒と呼ばれ褒められもせず。それがどうした。だからまず丈夫な体を持ちのところから実行しようと思って。そういうものに私はなりたい。何？翔吾、よく出てきたな。俺の女になるためによ。翔吾、俺と来い。お前にふさわしい男は俺だ。朝尾、命令は果たしたよ。